1番徳島米沢大輔、2番静岡望月英吾、3番茨城根本勇樹、4番岐阜後藤明人、5番岩手佐藤雄一、6番東京市川健太、7番愛知清水博之、8番岡山石丸博之、9番地元ホームバンク荻野悟。5番の佐藤雄一、そして6番の市川健太、この2人の先行タイプにラインができます。佐藤雄一と市川健太、どちらが主導権を取りますか。発送いたします。そして石丸博之、まくりのスペシャリストも、そのまくりがなかなか出ていませんが、今季は2発のまくりを決めています。石丸博之、今日は短期です。構えての号令かかりました。号砲になりました。第7レース S 級一般競争スタートです。4番後藤明人、内から2番の望月英吾が上がりました。ここは望月英吾が前を取っていくようです。続いて4番後藤明人、5番が佐藤雄一、1番米沢大輔、3番根本勇樹、7番清水博之上昇、6番が市川健太、8番石丸博之、最後尾から9番、今日2日目から補充で入った荻野悟が上がっています。第2センターです。前を取った2番静岡望月英吾が5番の岩手佐藤雄一を迎え入れています。先頭は5番の佐藤雄一です。初日はかましてきた中堅勢の3番手の飛びつきを試みたんですが、失敗しまして4番手に引いたレースでした。そして9番地元の荻野悟がこのライン3番手に入りました。5番2番9番です。4番岐阜の後藤明人、4番手からラインに目標なくどう出るんでしょうか。4番後藤明人、スタートを取りに行ったんですが取れませんでした。前を任して7番愛知清水博之、4番7番チューブコンビです。8番岡山石丸博之は短期の競争、得意のまくりは今年は最近では10月の広島でまくりを決めています。石丸博之、7番手からは1番下徳島米沢大輔、この米沢大輔も短期の競争です。6番東京市川健太は8番手、昨日のレースですは早めの仕掛けを打ったレースでした。市川健太主導権を取っています。3番昨日も連携した茨城の根本勇樹がマーク、6番3番関東両者、3周回目のバックストレッチです。先頭は5番岩手の佐藤雄一です。難関勢がその佐藤雄一との連携、2番望月英吾、9番荻野悟、5番2番9番、岐阜の4番後藤明人、中南4番手7番清水博之のチューブコンビ、4番7番動いたのは8番の石丸博之です。今赤番を通過したところ、石丸博之が前を抑えて続いて1番米沢大輔、今度は6番の市川健太が動いていきます。第2コーナー、関東勢が行きました。6番3番でこの関東ラインに乗っていくのはチューブの2人、4番後藤明人、7番清水博之、8番の石丸博之は5番手に下がってジャンガラテにセンターで、5番の佐藤雄一がかましていきます。4コーナー回りました。6番の市川健太もさあここは踏み込んでいく体勢、今 400m を切りました。5番の佐藤雄一が関東勢を叩きに上がったんですが、ここは6番の市川健太突っ張る。3番の根本幸が5番の佐藤雄一をブロック、内をついていくのは4番の後藤明人、2番手の内に入った。しかしここは5番の佐藤雄一が現在2番手、外から今度は8番の石丸博之がショートまくりを放った。第4コーナー回る、石丸博之のショートまくりです。8番の石丸博之先頭、後ろ1番の米沢大輔、そう8番茶石丸博之のまくりが決まりました。第7レース S 級一般競争、石丸博之のショートまくり決まりました。そして2着争いは2番9番接戦です。それではリプレイをご覧ください。短期の石丸博之、一発狙っていましたがその一発が決まりました。石丸博之です。リプレイゴール戦場をご覧ください。日着争いは接戦模様です。続いてスーパースロー
1番宮城佐藤正春、2番地元ホームバンク長田裕也、3番広島木村光希、4番静岡田中隆彦、5番福島須永雄太、6番千葉川上陽一、7番大阪小林拓人、8番栃木斉藤正邦、9番岡山藤田正弘。以上のメンバーによる対戦です。人気は中国勢と東北勢、この2つのラインで二分されている感じでした。その前は走るのは佐藤正春と木村光希、3番車広島の木村光希です。発送いたします。昨日は早めの仕掛けでした。対抗する1番車佐藤正春、昨日は相手が悪かった感じでした。構えての号令かかりました。体制完了です。暴行になりました。第8レース S 級一般競争スタートです。まず上がったのは難関勢、6番の川上陽一、2番車長田裕也。長田裕也は今日は2日目から補充で入っています。3番手からは1番佐藤正春、続いて4番田中隆彦、3番が木村光希は5番手から、9番藤田正弘、外から上がるのは8番斉藤正邦、5番が須永雄太、7番小林拓人最後尾、2センターです。先頭は6番千葉の川上陽一、自在戦法です。後ろは2番車長田裕也がマークです。6番2番です。難関勢、1番宮城の佐藤正春は3番手から、初日は森田裕也を相手に昨日は抑えきれずなすべありませんでした佐藤正春。後ろは5番車福島須永雄太です。1番5番東北勢、この東北勢を追走は8番栃木斉藤正邦、1番5番8番です。6番手に短期は4番静岡田中隆彦、3番広島木村光希、後ろ詰め7番手です。昨日は雨の中早い仕掛けでちょっと重い感じがしました。先行したレースでした木村光希。後ろは9番車岡山の藤田正弘、3番9番中国勢、この中国勢の後ろに7番車大阪小林拓人が続いています。3周回目の第2コーナーです。6番川上陽一に地元の2番長田裕也、6番2番6番の川上陽一前受け体制です。1番佐藤正春は3番手から、砂川雄太がマーク、東北勢に8番の斉藤正邦が加わって1番5番8番です。動いたのは3番木村光希、9番藤田正弘、7番の小林拓人も乗って、この3人が上がっていきます。今多少周回に入りました。800を切って1コーナー、難関勢は下げました。1番佐藤正春4番手に上がって、さらに車を進めていきます。2コーナーからバックストレッチ、佐藤正春が前を抑えて3番木村光希が引きました。ジャンで動いたのは6番の川上陽一です。2番長田裕也を連れて難関勢2車が上がって、1番佐藤正春を叩いて先行体制、1番佐藤正春は3番手に飛びつきました。3番木村光希が7番手の展開、400m を切りました。逃げるのは6番の川上陽一です。後ろは2番の長田裕也、3番手から2コーナーまくりは1番の佐藤正春、番手から2番の長田裕也も出ていきます。番手まくり2番の長田裕也、1番の佐藤正春に合わせて上がっていく。1番佐藤正春は伸びない。4コーナーまで内をつく5番の砂川雄太、4コーナーまで内から伸びていくのは5番の砂川雄太、外から伸びていくの9番の藤田正弘で5番9番です。第8レース SQ 一般競争、長田裕也が佐藤正春に合わせて番手からまくっていきました。佐藤が止まったんですが、その後ろにいた5番の砂川雄太、うまくインコースをついて伸びていきました。5番9番8番あたりのゴールの通過体制、まだ確定ではありません。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。それではただいまの8レースリプレイをご覧ください。長田裕也が番手まくりでした。そして5番の砂が内をついて伸びていく体勢、リプレイゴール線上をご覧ください。外から伸びてくる9番藤田正弘、5番9番、そして3着に8番斉藤正邦のようです。スーパースローです。